さあ、一通りね、四つ目の方の取り終わってね、こっちに戻ってきますけど、もうね、お腹いっぱいよ。うん。ちなみに当初の計画では、朝一からね、回って、唐揚げ弁当限界大食いとかっていうね、企画にしようかなっていう案もあったんですけど、そんな言うほど絶対食えねえだろうということでね、こっちの、ちょっと、シャバい企画の感じにしました。まあ、どうせ限界大食いって言ったって、各移転舗ごとでこんな感じで通りますしね、うちの場合。だったらちょっと解析も加える形でね、やっていた方のがうちらしいかなというところですね。あ と, と、起きたらもう昼過ぎだったんでね。夜勤構成、の体になってるんで、朝日から回れない。まあ、あと、唐揚げ弁当とかは、朝のオープニングから並べない店も多いですからね。これは、会社さんだったり、そのね、デリカを運営してる会社さんだったり、主任さんとかでも変わってくるかな。デリカ担当のね、うん。いや、オープンから絶対にバチバチに並べるぞっていう、人もいるし、もうちょっとね、その、オープンすぐには弁当系とかは売れないよね。11時ぐらいとか12時、11時台、12時台がお弁当系のところの山になるんだから、それ以外の、ところの仕込み系の段取りを前もってやって、で、11時台とかに、少しでもね、ちょっと出来立てに近いものを並べるような形で、波状攻撃するような形でね、売り場を作っていくっていうタイプの人もいますし。うん、まあ、会社で指導してね、いや、こういう風にしろよっていう風にしてるところもあるはずですけど、まあ、内情はちょっと私もあんまり詳しくありません。まあ、っていうのは、セントラルのところでおったんでね、セントラルだと、うん、な、もう、問答無用で来た便ねって並べていくわけですから、うん、まあ、基本的には、朝一にはもう並び終わってるよっていう状態ですからね。こっちの道は細いからな。今近鉄のところを渡ってこっちが JR か、なんか本当に複雑ですからね。ここは3社が、三木と近鉄と JR かは本当に入り組んでますんでね。あ、今は向こうでもなかったのか、失敗した。特に話すことなくなってきましたよね。まあこうなるんだよな結局。ああ、そうや、カジセンを寄れるか。ああ、どうしようなー、買い出しはね、カジセン安いからちょうどカジセンでもいい気がするじゃん。普通の買い出しもねしたいですからね。この辺りあれですね、桜咲く桜神社、ある咲く神社、合格祈願の旅の時に通ったところやけど、まあギリギリで攻めてきたね。よいしょ。飼い犬でかっ、前におった子供よりでかい。あ、そう、桜咲く桜神社の、うん、なんだ、桜咲く桜神社の咲く、
桜咲く桜&咲く神社、合格祈願の旅っていうね、うん、懐かしいな、あれが一昨年の夏か、一昨年か、早いね、うん、こうしてまた年を取っていくわけでございますよ。平成期はこの先まだ行ったところでしたもんね。今日は、ちょっと駅そばからはね離れたところなんで、普通に車で行こうと思います。まあ別に車で行くのにあれのところですけどね。また三岐鉄道は三岐鉄道でなんか企画で使いたいなと思いつつね、ちょっとね、困ってるのが、何か企画でね、ある程度思いつかないと、そこに行けないようなね、ちょっと、脳みそになってしまってるんでね、そこのところはね、どうしようかな。何も考えずにただ乗ってみるっていうのもね、面白いんですけどね、とりあえずフリーキップだけ買ってね、うん、何も考えずに行くっていうのも結構昔はやってたんですけどね、最近は、さすがにそれ企画としてどうなのと、いう感じがありますんでね、うん。まあ、車だと今でも結構パッてプライベートに出かけるときは何も考えずにとりあえず走らすこともありますけどね。どうせ予定立てたところで、私は予定立てるの下手なんで、予定、しょっぱなあたりからゴロ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 とガラ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 と予定は崩せ落ちていく、ことがほとんどなので、じゃあもう別にどうせ崩れるんだったら立てるのバカバカしいじゃんっていうのでね、だからあんまりガチガチっとした予定を組まない方ではありますけどね。あーでもこっちまで来たら山彦っていう手もあるか、まあでも山彦だったらな、ちょっと違う、今の量パンパンだからな。先まで行ってちょっと胃の中のものを消化したいっていう気分はありますからね。あでもそうこう言ってるうちに暗くなってきそうでもあるけど、ここ一回寄ると吉津屋寄るときにはもう真っ暗だよな。あ、ここもエルシアできたんだ。えげつないね、イオングループさん、なかなかえげつないとこに作るね。三市と金末のドアイラ、すぐ裏手にはピアコもありますからね。うわー激戦区じゃん。うわー遠いの金末は結構久しぶりだね。よいしょ、品川よく行きますけどね。混んでるね。うわいっぱいだ、うん、これだけなんとか言ってたな。ちょっとね、そう映ってんな。
ダメだね。モジャイク、モジャイク入りだね。めんどくさいから全部モザイクにする。どうせもう逆これ俺の顔もどうせモザイクしてなくても見えてねえからいいっしょ。うん。見えちゃダメな方が。ああ。見えちゃダメな方がしっかり映っとって。まあ、これもある意味見えちゃダメか。多分あれですよね。AI は自動判定するんですよね。こんな顔映すよりね、お隣のね、おばあちゃん映した方がね、に決まっとるやろ。っていうふうにね、判断するのは、それ仕方ないな。うん。AI が正しい。うん。よし。弁当買ってくるか。多分食べない。まあ、買い手方だね。うん。